KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はちょっとすごいのをお借りしてみました。今日はですね、日本自動車輸入車組合、JAYA の、試乗会なんですけれども、参考出品で出てました。ロータスのエレトレをですね、ちょっとお借りすることができました。ただね、ナンバーがついていないので、ここで留め置きでね、ちょっとご紹介しかできないんですけれども、ロータスがこんなラグジュアリー路線でこういう風に変わっていくのかというのを、まあ、象徴するような、ね、モデルですので、そちら見ていきたいと思います。ではまずボディサイズからいきましょう。全長が5103、全幅が2060、全高が1636ということで相当大きい。なんかロータスっていうとエリーゼとかね、エランとかね、そういうイメージだと思うんです、皆さん。だからもうちょっとコンパクトなスポーツカー、なんかニッチなみたいな感じだと思うんですけど、すごいの来ちゃったねって感じですよね。2メーター超えてますしね、幅もね。いや、ほんと普通に大きいもん。で、なんかデザイン的にも、なんちゅうのこれ。なんか、なんちゅったらいいの？かなりアグレッシブですよね。なんかこの辺がすごい面白いよね。なんか、こういうデザインあんまり見たことない。でも新しいロータスの挑戦っていうのはすごい伺えるなっていう感じがしますけれども、このボディカラーもね、ほんと光によって色が変わってすごい美しいですね。こういうところもなんかすごい形状が面白いよね。まず形状が非常に面白いです。でタイヤはですね、こちらのモデルは22インチがついてます。275/40/22ね、大きなタイヤついてますけれども、ここもね、こういうキャラクターラインが入ってんだけど、こうちょっとね、こういう形のボディラインで走り出すと、これは引っ込みます。やっぱあの電気自動車なんでね。でね、面白いのがこっから見えるかな。ここね、風が抜けるように穴が開いてんのよ。ここからシュッて後ろまで、こういう風に見える、私の指見えるかな、こんな感じで抜けてるんですよ。だからやっぱ電気自動車だけあって空力をねすごい考えてる、そういったスタイルになっているんでしょうね。こちらは315/35/22ということで、はい、どんどんタイヤがすごいことになってるな。あ、ここも穴が開いている。いろんなところ空力すごい考えてんだな。で、空力をめちゃめちゃ考えつつ、すごい生めかしいボディデザインなので、この上も見て、これこういうなんかルーフスポイラー、まあ、見たことないですよね。真ん中切れてんのよ。で、ここがこうなんていうの、カメラというかセンサーというかになってんだね。なんかとても面白い形ですけど、ではラゲッジスペース見てみたいと思います。こんな感じで開きました。結構開口部はやっぱ高いね、電池積んでるからかな。でもこの辺りカーボンなんだよね。で、広い、とても広い。これはスライドで抜くタイプだね。あ、で、ここにちゃんと下げるのがあるわ。これね、今私も初めて見た車だから。じゃあ下げますよ、はい、ははー、これトノカバーとかいろいろできるんだろうな。で、ここに 12V って書いてあるから、あ、開いた開いた。ここにアクセサリーソケットが、開き方とかおしゃれですね。で、これはあの充電器的なそういうやつなんで、ちょっと一回どかしますと、この広さがね、見ていただけるんじゃないかと思います。ちょっと今荷物いろいろ入ってますけど、こんな薄い感じでね、こんな感じの広い感じです。で、これは、はい、このままですね。広いってことは分かった。はい、あと車高、ではちょっと運転席に乗ってみたいと思います。おお、赤いぜ。なんかシートの形状とかも、なんか今までのそのロータスのあれが覆るような感じですね。で、ここ実はドアミラーでございます。はい、なのでドアミラーカメラでございますね。外側、あっちのちょっと低めかな、位置的にはね、こうやって閉めると分かると思うんですけど、こんな感じになっておりまして、で、ポジション一回下げようかね。これちょっとあの参考出品なんで、これ紙なんか引いたたしますけど、
これであの今一番下ビヨーン。でも結構デザインがこういうスピーカーとかもすごい凝ってるね。すごい繊細、おしゃれおしゃれ、とてもおしゃれ。こんな感じだね、うん。でこっちも一応テレスコーピックチルトがついていて、こんな感じ、うん。ポジションはちゃんと取れるな、オルガンペダルだし。でボンネットも全部見える。だから幅はすごいあるけど、意外と凝ったデザインの割には見晴らしは良いでございます。じゃあちょっとこのまま後ろの席へ行ってみたいと思います。パシッ、下がってんね、下がってんね。乗りやすいように下げてくれたね、まあ親切。おお、ここがすごいな。こっちが見えるためにちょっと私あっち側に一回行きます。母さん、じゃあポジションを合わせてください。でちょっと私その間にこちらに行きますけれども、はい、ここ見えますか。こんな感じにですねディスプレイがあるのですよ。でここでですね、あのシートのアジャストとか、まあいろんなこと、あとオーディオとか、そんなこともできるクイックアクセスとか、なんかサウンドとかいろいろついてます。でこれはカップホルダーだよね。あれ、こうやって戻すんだろう。ここだ、ボタンがついてました。でここもこんな感じで開いて、ここもこんな感じ。これなんかシャンパンとか出てきそうな勢いよね。なんかほんと豪華だな。なんかあのほら、これももう一回押すと自動的に閉まるタイプだった。見た、今これ開けたじゃん。もう一回押すとシューッと閉まるタイプ。はあ、いやおしゃれ。上のあとガラスを見てね、グラスルーフなんですけど、いやおしゃれさ。でこういうところの吹き出し口のこのアンビエントライトもなんかすごいし、いやなんかロータスポリポリって感じですよね。で、勝さんがポジション取れたようなのでちょっと私移動します。よいしょ、はい、では勝さんの後ろに座ってみましたが、私が座るととても広いので何の文句もない、うん。ちょっと勝さんにも座ってもらいましょうか。はい、というわけで身長 175.5 センチの勝さんのポジションの後ろに 75.5 センチ勝さんに座っていただいておりますが、まあね、もう室内がゴージャスで、広さなんて申し分ないし、自家用ジェットに乗っている気分で飛んでイスタンブールと言っておりました。いや本当よね、ゴージャスすぎちゃって、なんかもう一個一個がバケットシートみたいな感じで、全て専用席でね、自家用ジェットとは本当にすごい例え、素晴らしいと思います。これで電気自動車だから静かだし、もう本当言うことないよね。はい、いやもう本当何をね撮っても全ておしゃれで、ロータス今までおしゃれじゃないかったとかは言わないでしょ、おしゃれだったんだけど、今までのロータスとはなんか全然違う世界、なんか非常にラグジュアリーな世界に急にぶっ飛んだという、そんな印象です。はい、ボンネットの下こんな感じでございます。これあのパワートレインはですね、デュアルモーターということで前後に1つずつ、パワースペック的には612馬力、710ニュートンメーターのトルクということで、まああのモーターなんでね、いきなり力が立ち上がるシリーズでございます。でつるんとして何も見えないかと思ったら、ここにね、ちょっと物入れがあって、この充電関係のやつかな、入ってますね。でここに1948年からなのよと、というわけでですね、今日はちょっとこれあの乗ることはできない参考出品車なんですが、なんかロータスがこれからこうなっていくのかっていうのにね、ちょっと驚かされました。あのナンバーがついてね、乗れるようになったら、またドライブして感想をお届けしたいと思います。というわけで今日の車紹介いかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。